ルチアン・ユリアン・スンバルテアンは、ルーマニア・ビストリツァ出身の元サッカー選手。元ルーマニア代表。現役時代のポジションはミッドフィルダー。右利きであるが、左サイドでも起用される。パス精度のみならず、ドリブルにも優れ、ヨアン・サバウ監督からゲオルゲ、ハジ以来のルーマニアで、最も才能ある選手と評価された。しかし、キャリアの多くで負傷に悩まされていた。 グロリア・ビストリツァ生まれ故郷・ビストリツァを本拠地とする FC グロリア・プログレスル・ビストリツァの下部組織に6歳で入団し、キャリアを開始した。1999年4月24日の FC ・オネシティ戦において、途中交代で、グロリア・ビストリツァのトップチームからプロ初出場を飾ると、ほどなくして、同国で最も才能ある若手の一人として、地位を確立し、 2000年のクパリギー獲得と2002から03シーズンのクラブ史上最高となるリビジア A での3位に貢献した。その活躍から2003年1月7日の23歳の時に元首相コンスタンティン・シューマッハの後釜として遺跡金25万ユーロで FC ラピドブカレストと契約した。しかしトルコのアンタルヤで行われている 当期が宿での親善試合に出場した際に、突如60分に、ベンチに退くと、2月2日に、ブカレストのスポーツ医学研究所で、B 型肝炎と D 型肝炎を患っていると診断され、ビストリツァへの復帰が決定した。しかし、実際には、この病気を患っておらず、2クラブ間での金銭面の相違を隠すための嘘だった。 パナシナイコス2003年7月16日に移籍金90万ユーロで、アルファエスキニのパナシナイコス FC と3年と2年のオプション付けで契約し、ドルにこらえ、ドゥミトルミトゥ、エリック・リンカル、ラヌツルプに次ぐ、同クラブでプレーする5人目のルーマニア人選手となった。8月24日のシュコダクサンティ FC 戦で初出場を飾り、12月17日のキペロ、 エラーダスでのアフィー・クレタ戦で初得点を記録。3月14日のパニオニオス FC 戦でも得点した。加入1期目の2003から04シーズンにリーグ優勝に貢献し、そのプレイはファンから小さな魔術師と呼ばれるほどに人気を集めたが、アルベルト・マレザーに監督就任以降において2年以上起用されず、2006年12月にクラブとの契約残り期間を自身で買い取った。 ユトレヒトファンにサインをする、スンマルターン自由契約選手となった後、AG アルクマールのトライアルに参加すると予想される、中、2007年2月15日にエールディビジの FC、ユトレヒトと短期間の契約で合意した。契約合意の際に、クラブのテクニカルディレクターから、我々は均衡を得た。彼は、UEFA チャンピオンズリーグ級の選手であり、 彼を長い間チームに止めることはできないだろうと期待を寄せられてスタートを切り3月26日にエースモナコとのダベドニトマスを追悼試合において背番号10に起きて初出場4月8日のビレム通戦でリーグ戦初出場を飾ったその後負傷に苦しみ出場機会を得るのに苦労し2008年8月31日にクラブと契約解消をした ユトレヒトではリーグ戦わずか16試合の出場に終わったが短い出場の中で随所に見せたプレーは感銘を与え、後の2015年に元同僚のミシェル・フォルムはスカイスポーツのザ・ファンタジー・フットボール・クラブに出演した際自身が選定するベストイレブンにスンマルテアンを選出し信じられないほどのテクニックにドリブル技術で試合をコントロールしていたと当時を振り返った。 グロリア・ビストリツァ復帰再び自由契約選手となると、フルス・グロリア・ビストリツァで自主訓練を積んだ。その後、2009年1月8日にチーム練習に参加し、2月25日に同クラブと半年の短期契約を結び、3月1日のラピド・ブカレスト戦で背番号10を着用して復帰後初出場を飾った。以来、5月23日の試合で、 リーグ通算100試合を達成する中、4月10日の CFR クルジュ戦でアシストを決めると、短期間に活躍していたことで、7月には、ステアウアブカレストから関心を寄せられた。だが、金銭面の相違もあり、29日に、グロリア・ビストリツアと契約を1年を延長した。2009年9月18日の f c チェアラウール。 ピアトラ・ネアムズ戦において2004年12月以来となるグロリア・ビストリツァでの得点を挙げた。フローリン・ハラジアン監督就任に以降は首相に就任し10月14日のステアウア・ブカレスト戦で首相に任命されてから初の勝ち点を獲得したがその後の規律違反からハラジアイ監督の構想外となり12月3日に放出された。 バスルイ・グロリアビストリザ対談からほどなくの2009年12月23日に FC バスルイと2年半契約を締結した。なお、2010年2月21日に弟のディヌも加入した。バスルイでは21日の CS ガズメッタオメディア主戦で背番号18を着用して初出場を飾り、18日の FC ポリテフニカヤ主戦でコーナーキックから カルロ・コストリーをアシストした。それから4日後のラピード・ブカレスト戦では、ウーゴルストの交代で59分に、弟のディヌが途中出場してきたことで兄弟でプレーすることになり、自身が72分に、ベンチに退くまでの19分間一緒だった。4月15日に、クパ・ロムニエの FC ・ブラショフ戦において、27ヤードの距離からフリーキックで初得点を挙げて、 決勝進出に貢献したが、5月26日の CFR クルジュとの決勝戦中では、継承したことで前半終了後に交代しており、チームは PK 戦の末に敗れた。一方のリーグ戦では、クラブ史上最高の3位でシーズンを終えた。2010から11シーズンを UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、プレーオフのラスクリールメトロポール戦でスタートを切り、 レかカラニに,によって初のグループステージ進出は叶わなかった。9月23日のアルロスラティナ戦にてバス類での初のレッドカードによる一発退場処分となった。10月15日の CEFR クルジュ戦で至近距離からシーズン初得点を挙げた。シーズン2得点目は2011年4月1日の FC ユニレアウルジチェ2戦であり17ヤードからの シュートで、タイトル戦線にチームを残した。5月15日の FC スポルトゥルストゥデンツエスク、ブカレスト戦において、加入後初めて首相を務めるなどでチームを牽引し、リーグ最多の10アシストを決め、2期連続3位でシーズンを終了することに貢献した。FC ステアウアブカレストでのスンマルテアン負傷により、2011から12、 シーズン前の新善試合すべてを逃すことになったが、ラピドブカレストとの開幕戦には先発出場し、8月18日の AC スパルタプラハ戦においては、1得点1、アシストと全得点に絡み UEFA、ヨーロッパリーグ2011から12、グループステージ進出に導いており、9月11日に本拠地での FC ディナモブカレストで、リーグ戦における2011から12、 シーズン初得点を挙げるなどの活躍から、11月18日には、クラブと3年契約を締結した。12月8日に、フィアナティック氏の年間最優秀ミッドフィルダーを受賞すると、19日にはリーガープロフェッショニスタで、ホトバルとルーマニアサッカー連盟からリーグ年間最優秀選手賞を受賞し、ガゼータスポーチャーラーによるルーマニア年間最優秀選手賞は、 ガブリエル・トルジェに次ぐ2位だったが、プロスポートの読者による、ルーマニア年間最優秀選手賞には選出された。2012年3月9日の CS コンコルディア、キアジナ戦でシーズン2得点目を記録。3月15日の FC オツェルル・ガラチ戦では3、アシストを決め、過去4期で3度目となるクパロムニエへ準決勝、進出に貢献した。 ステアウアブカレスト2014年2月2012から13シーズンのリーグ王者 FC ステアウアブカレストを1年半契約で合意した2月14日のコンコルディアキアジナ戦において初出場及びペナルティーキックによる初得点を記録し以来すぐさまラウレンツィウレゲカンプ監督率いるチームの中心選手としての地位を確立し自身初となるリーグ優勝に貢献した 12月22日にルーマニア年間最優秀選手賞を受賞した。あるイテハドステアウアとの契約期間残り半年となった2015年1月3日にサウジプロフェッショナルリーグのあるイテハドと個人合意し、その後の両クラブ間合意を経て2015年1月14日に同僚のウカシュスカワと共にあるイテハドへの移籍が正式決定した。 U-21 代表での首相を経て、2002年11月20日のクロアチアとの親善試合で、ルーマニア A 代表として初出場を果たした。以後、肝炎の噂により、2003年4月30日のリトアニア戦まで召集されることはなかった。同年8月30日のウクライナ戦を最後に代表から遠ざかり、その後のクラブでの好調にもかかわらず、 なかなか招集されることはなかったが、ラズバン・ルチェスク監督によって2011年5月23日の UEFA ユーロ2012予選ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で復帰した。しかし、ビクトル・ピツルカ監督に交代後1試合目のサンマリノ戦に招集されることはなく、それにより、ファンによる Facebook 上での代表チームにスンマルテアンオとの単眼が展開されると、 当初願いは届かなかったが、2011年10月に同予選のサッカーベラルーシ代表戦で復帰した。だが、同試合を最後にまたしても代表から遠ざかっており、34歳となった2014年10月11日のハンガリー戦まで復帰に時間を要した。弟のディヌもサッカー選手であり、FC グロリアプログレスルビストリザと FC バスルイで一緒にプレーした。 2014年10月14日に、ロシア人の元アスリートと結婚し、同年7月27日には長女を授かった。出展、出展、FC グロリアプログレスルビストリツァパナシナイコス、FCFC FC ステアウアブカレスト。ありがとうございます。